ドンリバー鉄道は、オーストラリア連邦タスマニア州デイボンポート市郊外のドンにあるボランティアによって運行されているヴィンテージ鉄道及び博物館である。当鉄道では、ドンジャンクションパルーナ間を走行していた旧ドンリバー線の一部を利用して、ドンからコールズビーチまでを走行する旅客列車に乗車できる。このサービスは通常、水曜日から日曜日まで運行されている。 東鉄道は、正金曜日とクリスマスデーを除いて、毎日営業している。平日の営業では、利用客は1940年代のタスマニア州政府鉄道の鉄道車両、またはディーゼル機関車が牽引する保存車両のいずれかに乗車することができるが、蒸気機関車は通常週末に運行されている。東鉄道では、V2、X4、 Y6 及び866という番号付けされたディーゼル機関車も多く運行されている。他の機関車や鉄道車両の多くが現場の工場で修復中である。ダンリバーレールウェイ。ヘリテー a .gov.au.ahopy.2014 年8月18日閲覧。wikimediacommons にはドンリバー鉄道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。